皆さんこんにちは、ケンケンです。今日はね、シークレットアクアリウムを行っている小部屋の紹介をしたいと思います。この部屋もともと2畳ぐらいしかないんですけれどもね、クワガタのブリーディングルームとして、機能してた部屋なんで、今映ってるのが奄美大島と徳之島にしか生息していないちょっと珍しいスジブトヒラタっていう種類なんですけれどもね、もう今はもうほとんどアクアリウム中心で虫の方はあまりやってないですね。それからこれが通常の90センチ水槽なんですけども、もうリセット間近でソイルは全部排出しました。でプラケースに入っているのはエキノドルスアパートという水草で、これはリセットした後また使う予定なんで、プラケースでちょっと様子を見ているんですけれども、それからこれがアヌビアス7、これ流木に活着してるんですけれども、かなり苔がひどいんでこの葉っぱを落として、リセット後使用予定です。こちらも、ミクロソリウムナロリーフなんですけれども、こちらも汚い葉っぱを落としてまた使用したいと思ってます。こちらは45センチ水槽で、これよく投稿してるんですけれども、リセットから2ヶ月経って、状態はそれなりかな、割とマシな方なんですけれどもね。それからこれがちょっと小さめの90センチ水槽なんですけれども、これは割とよく投稿してるんですけども、状態はかなりいい方だとは思いますね。この辺ちょっと虫のケースが並んでるんですけれども、もうほんの数匹しか今はいないんですよ。こちらはアクアリウムの小物がちょっとずらっと並んでるんですけれども、私も大物じゃないんでね、小物な方なんでね、ここに並んでても不思議がないかなってちょっと思いますね。これは CO2 の、 ミドボンなんですけれども、2017年3月6日に、設置したんですけども、もう2年ほど経つんですけれども、2年半かな、まだ半分ほどしか減ってないんですね。まだまだ十分いけると思いますね。YouTube 始めてね、もうちょうど今日で2ヶ月経つんですけれどもね、皆さんに見ていただいて、再生回数とかは割と伸びてるんですけれども、チャンネル登録っていうのは全然伸びないですね。なんか YouTube のコメントの固定機能みたいなんで、全然動かないというか、ずっと固定されてるような感じなんでね、ちょっと皆さんチャンネル登録よろしくお願いしたいと思います。